もピオキングです。今日もですね、トロールコースト一発マリオやっていきますか。で、今日のトロールコースト、パイプ刺すということで、パイプが怪しいということですね。ただコース名に囚われてはいけません。大体土管怪しいんですよ。僕が今までどれだけ土管にやられてきたか皆さんご存知でしょうか。そう、あれは去年の夏でした。僕がまだトロールを始めたばっかり。それじゃあやっていきたいと思います。クリア率は 1.42%。 まあ去年の夏何があったか僕も分かんないんですけどね。さあ右手にはハテナブロック、上には50コイン、こっちの方が怪しい絶対。あーごめん。え、上なの？上どう考えても何もないやんね。ピンポン言われてるけど何もなくない。左は、あ、隠しブロックが出てきて、なるほど、ツタが出てきてくれるっていうわけで。そしてどうなるんだろう。だからごめん。人が下手に出てれば調子に乗りやがって、何度も謝ってるのに許してくれないもんね、あの放題。じゃあここで一旦、あっはっはっはっ、ごめん。じゃあここ右に行ったらツタに捕まっておかなくちゃいけないんだよ。そして降りてとかに入っていく。あの放題だけで今日3回やられたもんね。大丈夫か今日調子。まあ実況者的には美味しいかもしれないね。じゃあここオープン取って上に行く。そしてブラパが魚、ブラパが魚。謎すぎ。なかなかやるじゃねえか。もう花と魚のコンボまで出してきやがった。じゃあここでブラパがやられた瞬間すぐ右に、ナイス。これで次に進めるんだね。あ、でも青ブロックがあるから入れないね。これで変わんのかな。あれ、あどうすりゃいいのよこれ。あ、右上ヒットになってる。土管から出たらバネで上に行けっていう感じかな。じゃあこの土管から出たら毒沼の中にバネがある、そんな感じでしょ。ナイス。これは分かんないね。じゃあここはまたお化け出るのかな。お化け観覧車は回避します。うぜナイス、うざい喋り方で。ここのブロックありそうだよね、隠しブロックが。なんで右からメットを取る、そしてかぶって上に行く、これが正解なんじゃないかな。あ、でも氷ブロックあるよ。これどうやって溶かすんだろうね。上に行く、上行けないんだよね。あ、この近くの中にファイヤーが隠されてるとか、そんな感じかな。あ、なるほどね。僕も全てを分かってしまいました。ブロックを叩いて氷を溶かして上に行って右に進めと、そういう感じだね。ナイス。はっ、なんでなんかさ、右にダックって書いてたんだよね。しゃがめってことかな。ちょっとしゃがんで氷滑ってみるね。氷滑ります。ナイス、これで合ってた。そして鍵取っていいんでしょうか。鍵取って左上の、くっそベッド取るなってこと。ベッド取らなかったらなんか買うのかな。マリオこの土管に入ってどっか行って、そのサイズならいけるでしょ。じゃあここで一旦ベッドかぶるでしょ。で上にプラパをやる、でもう一回上にプラパやるでしょ。そんでこの針に当たって右に進めばいいのかな。そしたら鍵が取れるって感じでしょ。さっきメットかぶってたから、このプラパを押し上げて、あのボム爆発させちゃったんだよね。なんでこのドア入っていきたいと思います。さあ次は左かも、閉じ込まったかと思った。じゃあここは左のスター取ります。それで合ってない。なるほど、スターは罠っていうことで、なかなか、あのガモンマジでプレッシャー。じゃあここガモンが出る前にちくわブロック降りていくよ。早く降りて、よしよし、で右で走っていこう。うわどうしよう、上の、いや上はいけないね。ほらあのバーがあるからいけないんだよね。なんでこのキノコを取ることが正解、絶対そうでしょ。今ブブー言われたけど、こっからジャンプしていきます。僕きっといけるでしょ。よしよしよし、こっから行き止まりやんか。あ、左に戻るんだね。キノコ取らんで一旦このブロックがあえて左に戻れっていう感じか。そしてブラパを倒すでいいよね。ブラパ倒して、あ、テレサは倒れないんだ。テレサ倒れてスター取っていくかと思ったら、それは違ったっぽいね。さあここ怪しい、絶対なんか出る、左、くっそじゃあ絶対次はあのデカクリボーに当たらんようにする。そしてここ隠しブロックがあると思うんだよね。なんで斜めから行く、これが正解でしょ。でオンオフをして左に逃げておかなくてよかった、普通に取らせてくれる。やったかった、魚に時間取れたよ、ギリギリ取れましたね。よしよし、ってこのまま土管に入っていこうか。土管じゃないドアで、こっちに入っていこう。上魚が落ちてくるでしょまた。さあ右か上か、上行ってみようか。上が正解なんじゃないの。こっちすごい怪しいよね、鉄球が出てくるみたいだ。いや、わちゃるわちゃる、まだいけるよ。でこっからジャンプして、
え、うわ、なんか変わったんだろう。これ上行けんのかな。あ、この上は通れる感じか。そしてこの箱積んだ感じでしょ。もう押せんなよ、鍵を手に入れても。ここ上に行ったの意味があったのかな。何もなさそうに覚えるんだけどね。じゃあ一旦このまま何もしないで。はっ、なんかさっきと違う。何これ。おかしいやつ。まあ、ブラッカー。まあまあまあ優しいね。じゃあ上に行って50コイン取ってみる。50コイン取ることによって、あ、なんかさ右上ちょっと変わったね。なんかトゲソウが出てきてるんだよね。この状態だったら運が変わらない。なるほど、そういうことね。ここであれ出さないようにしよう。ガセー。鍵を取ったらすぐ戻る。それで合ってるでしょ。で、風より早く戻る。よし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 、これで村パワー出さないっていう感じが、なかなか巧みだね。さあここはどういう、いや大丈夫、引っかからなかったよ。でこっからどうするかだよね。上行ってみよっか。もう積んだ感じですかね。頼む、ここ何かあって、この枠頼む。スター。いや何よこのさ、どうすればいいんだよこのスターで。村場も倒してないしさ。あ、分かった、右の土管に入ればいいんだ。ただここの鍵ドア入る時点で青ブロックがついてるんだよね。右の土管のところまで行ったらなんか変わんのかな。変わんないと先に入れないよね。なるほど、これで変わってくれるのか。さあ行きますか。次は何か間違えてるんだろう。ここはどうすればいいんだろう。そんな新しい動きすんだって。僕帰りますよ。こっちは何があるんだろう。やった、もしかしたらやり直し効くんじゃないの。ありがてえ、ここ優しい。なんでそんなピンポイントくんの。じゃあここは左下で待っておけっていう感じだね。あの左下すげえ叩きてる。これ叩きたさがやばい。叩いてみる、引っかかってみると。あ、合ってる合ってる、絶対引っかかると思った。ここで下に行けるっていう感じだ。じゃあここキノコ飛んだって感じだったね。このまま左に生かしてくれるのか。スムーズに生かしてくれないよね。じゃあここ真ん中に落ちれっていう感じだったでしょう。この場所に落ちたらいい。そしたらどうなるんだろう。あれ、何もできないよ。じゃねえんだって。こっからどうすればいいんだろうね。いや、この場所で落ちることは間違いないと思うんだよね。こっから下ボタン押しても何もなんないし、左押してみる。左押したらなんかなったよ。あ、こっからドアに入れるっていう感じか。さっき右押したらやられたんだよね。さあここの中間ポイント、いや絶対取らせてくれない。隠しブロックあるパターンから何もないで頼む。出して行ってみる。そしたらツタが出てきてくれるみたいな、そんな。うん、穴がシンプルでいいよ。じゃあ音符叩いてみるよ。音符叩いたらどうなる。なるほど、ちょっと待って。じゃあここ音符踏んで何もしないのが正解だったんだね。そしたら中間が取れる。ナイス、これで第二中間ポイントゲットだね。面白そう、すげえ面白そう。左行ってみようか。左が正解でしょ。やべ、嫌な予感しかして、あいつ迫ってきてるしさ、頼むって来ないで、ごめんって、何もしないで、そのまま潰さないで、お願い。いや来いよ。なんだそれ、魚かよ。じゃあここ右でよかったんだよ。右行って、なるほどね。いや、なるほどねじゃないんだって、わかんないんだって。右の土管に入るんかな。土管入ってってみる。あ、入れないね。あれ、どうすればいいんだろう。こっからもう一回左行ったらなんか変わるみたいな。あ、ここに行き場があんじゃん。そしてオンオフをして、上の土管でいいのかな。あ、こっちしかない。これ入れんの。あ、入れない。あれ、なんか変わったよ。嘘でしょ、こういう罠ですか。この土管に入らせないみたいな。じゃあここはオンオフをしてすぐ上の土管に入れっていう感じだよ。さあ行きましょう。うわ、チビ土管が多いな。どうすればいいんだろう。はっ、やべ、野球人が来た。はい、あ、こんにちは、佐々木です。はい、どうぞ。あぶねー。って聞かれるところだったよ、佐川急便の一人。ギリギリのタイミングだったね。そんじゃここは行き過ぎんようにしよう。でもちょっと行かなきゃドッスにも引っかかるでしょ。ナイス。でこの場で持ってっていいのかな、どうなんだろう。ここの果てだ。あ、ハラちゃんが来る。くっそ、これはいけるでしょ、これは抜けれるでしょ。ちょっとついてってみるね、尻尾。ちょっと収集します。
ビ鼻がでけえじゃあここは食いが出た後にすぐ右に行ってハナちゃんを返しようか。ハナちゃんどの辺に来る。くらえじゃあここでパン持って土管に入るでいいのかな。バネを持っていくみたいなそんなのはないよね。合ってる合ってる。でここで倒してすぐ上に行く。これ合ってんじゃないの。さあ行きますか。上なんかあるかな。なんもないで、ね、ここ通り抜けれんのかな。え、うわ、なんかさ下に音符ブロックが見えたんだよね。ここの下あるじゃん。あの音符ブロックからパンを出せってこと。てん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 必殺技名をね言おうとしたんですけど何も出てきませんでした。じゃあこのまま右行っていいのかな。あ、なんかさ左1キャップの裏スターが隠されてるね。あのスターの取れみたいな感じから一旦この場で持ってってみる。この場で持ってって右、そして土管に入る。それで合ってて、あ、合ってるんじゃないこれ。この場面は何も罠に引っかからず行けたみたいな。魚待って、まずい魚は待つ動いたらダメだったってこと。多分ねこの雲の上に着地してスターが取れてたんだよ。僕ですねよくコメントでわざとっぽいとかね、そういうコメントをよくいただくことがあるんですけど、そういう人たちにマジで言いたい。やってみて、本当にやってみて。こういうクリア率 1% とかのトロールコースをマジで引っかかるから、ここは何もしないでよかったってことだよね。そして右にジャンプして上叩いていい。鉄球でしょ、ナイス。でこのまま右行ったらゴールがある。あの電気をスターで壊せってことでしょう、きっと。それじゃあもうゴールできると思います。ここでスターを取ってこのハテナを叩いて電気が右に行った瞬間壊す、そしてゴール。やったーできてないけど、はっはっやったよかった、最後に魚にも当たらんやったし、めっちゃ焦ったどうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオチャレンジシャープ63ということで、これねすごい面白そうだなと思ってダウンロードしたんですけど、まずサムで見てもらっていいかな。最初にマスターソードを取って、その後デカキノコがあってドアがあると思うんだけど、これどうやって右のドアまで行くんだろうと思って早速やっていきたいと思います。ただこの方すごく優しくて、説明文にねホールドボムスローって書いてるんですよね。リンクの出すボムを投げてどうかするみたいな感じだと思うんですよ。ちょっとまだそれがね答えか定かじゃないんですけど、まあクリア率 4.何%だったらねそんなに難しくないと思うんですよ。とりあえず最初にさこのマスターソード取ってって、こっからだよね。ちょっとキノコ取っていいから、キノコ取ったら二段ジャンプがやっぱできないよね。っていうことはこのボムこれを投げて踏む。うわむずっけ、これ空中バネちゃんとかそんな類だね。ちょっともう一回やってってみるね。ここで爆弾を出してタイミングよく離せって感じでしょ。全然違う、爆弾持ったままジャンプしてみようか。これだったらうわダメだよね。ということはやっぱりさキノコ取る前に投げておかなくちゃいけないんだよ、このタイミング。いやタイミングが本当に難しいんだよね。次はキノコ取る寸前で爆弾投げてみるで、ね、もう何回もやるしかないで、ね、これはっやったゴールできました。いやめっちゃ難しいこれゴールできんと思った。こんなブロックがさ大量に積まれてたら、ちょゴールさせてよどうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。